Gmail は、とても安全で信頼性の高いメールサービスです。メールがユーザーの受信トレイに届くまでに、3つの領域で厳しくチェックされます。スパムメールやウイルスメールなど、危険なメールは、ユーザーの受信トレイに届く前に、99.9% をブロックします。ルーティングやフィルタのルールは、組織の運用方針に合わせて、システム管理者がカスタマイズできます。ユーザーの受信トレイに届いたメールにおいても、例えば、なりすましやフィッシングメール等、危険が疑われる場合は、警告を表示して、ユーザーに危険なメールであることを知らせてくれます。また、Gmail のマルウェア防止には、ウイルストータルを使用しています。ウイルストータルは、ファイルや URL を分析して、ウイルス、ワーム、トロイの木馬など、ウイルス対策エンジンや、ウェブサイトのスキャナで検知された悪意のあるコンテンツの特定を可能にするオンラインサービスです。それでは、具体的に見ていきましょう。外部からのメールが、ユーザーの受信トレイに届くまでに、3つの領域を通過します。明らかに不審なメールは、第1段階で排除されます。第2段階として、Google ワークスペース管理者が設定するルーティングとフィルタです。ここでは、組織の運用方針に適さないメールを排除することができます。最後に、個人のメール設定です。ユーザーにとって不要なメールを迷惑メールとして扱うことができます。ここからは、第2段階の Google ワークスペース管理者が設定したルーティングとフィルタを説明します。デフォルトのルーティングルールでは、組織宛に送付されるすべてのメールに対して共通するルールを設定します。コンプライアンスルールでは、不快なコンテンツが含まれるメールや特定の拡張子の添付ファイルを含んだメール TLS を使用していないメールを拒否することが可能です。ルーティングルールでは、別のユーザーやサードパーティー製のアーカイブサービスに転送する設定ができたり、分割配信や二重配信の設定、SMTP リレーサービスを利用できる設定があります。ここからは、第3段階の説明です。Gmail には、ユーザーの受信トレイに到達したメールも対象にして、安全に利用いただくための仕組みも、たくさん用意されています。例えば、受信メールの送信者エリアには、送信者の認証ステータスや、届いたメールの暗号化ステータスが表示されます。ユーザーが、送信元とメールの安全性、信頼性を確認することができます。外部の宛先で、これまでに送信したことのない宛先に返信しようとする場合、警告も表示されます。ここからは、Gmail と Google ドライブの連携による安全で合理的なデータの共有について解説します。Gmail では、ファイルの実体を添付せずとも、Google ドライブ上のファイルのリンクをメールに挿入するだけで、容量に制限なく、大容量のデータも簡単に安全に共有することができます。Google ドライブのファイルをダウンロードする際には、ウイルスチェックが行われるので、受信した相手も安心してファイルを取り扱うことができます。また、メールの添付ファイルは、ウイルス感染の温床になりやすいこともあり、世界的にメールにファイルを添付するスタイルをなくそう、という方向に進んでいます。この観点からも、Gmail は時代に合ったメールサービスであると言えます。ご覧いただいたように、Gmail には、危険性が疑われるメールを排除し、組織の大切な情報を守る、先進的な仕組みが豊富に備わっています。